おはようございますただいま8月10日の朝5時18分でございますえ実はね今ね夜中を通じてね映画を毎日見てるんですけども今日見てるのは「幸せの黄色いハンカチ」まだ中盤なんですけども6割ぐらい見たところなんですけどもやっぱりねこう泣かせどころが多いなというところでございます、まあ、なんでそういうふうな気持ちになるかっていうとこのやっぱりこう過ぎ去ってしまったね昭和という時代に思いを馳せているからでしょうね 私が高校1年生の時に昭和を終わりましたでもやっぱりその成長期、えー、その時に見てきた昭和という時代っていうのはあのー、まさにね当時は永遠に昭和が続くと思っていたんですよ昭和40年50年60年70年80年90年という形で昭和はずっと続いていきまあ平成になったといってもですねなんかいまいちその実感がなくて。 うんまだ昭和が続いているようなね年号が変わったからって言って何も変わんねえよみたいな感じもあったんですけども今ね50を前にして思うのは年号が変わると確かにね時代は変わるなってことなんですよ。いやよくも悪くも昭和という時代のくくり狩り平成という時代のくくり狩りそれによって私たちの先入観とあとねやっぱこう一つの歴史を閉じていくっていう心理状態 そして新しい令和という時代には、令和という新しい時代を開いていくという心理状態。これはやっぱりあるんじゃないかなと思います。振り返ってみると、昭和という時代はですね、私が生まれた時に昭和47年、そして昭和50年代を過ごしてきたわけなんですが、その時にね、明治時代とか大正時代の話をされてもピンとこなかったように、なんか随分昔のような感覚なんですよ。で、私の奥さんは平成生まれなんですけども、やっぱりね、昭和というキーワードってのは、 ずいいぶん古めかかししく感じるのななという,ふうな気がますねで今平成に変わってですね平成じゃない令和に変わって平成生まれの皆さんももうすでに自分が生まれた時代が一世代過ぎ去ったんだなっていう意識を持ち始めた頃じゃないかなと思うんですがさらにね昭和という時代は戦争があり平和になり高度経済成長がありバブルが絶頂期を迎えて平成の 今日が始まるその前夜まで、まあ、ある意味ゆかか騒いでいでたのかもしれませんね昭和の時代の反動が平成やこの令和に来てさまざまな衛世都市や市区町村がまあ、の存続の危機に瀕してそして日本は将来中国の一部になるんじゃないかなというふうなことまで言われ始めているわけなんですよさあ時代の変わり目ってのはどうなっちゃうんでしょうねそして私たちは何をするべきなんでしょうね。 まあそんなことを思いながらねこの昭和の映画を見ているとこの時代に今の平成の矛盾をね暴き出している部分がかなり見つけられてすごい作品だなと思うわけですよここに出てくる役者さんの様々な方が亡くなってもういません高倉健さんももういませんよね武田鉄矢さんももう結構な年ですし桃井かおりさんもまあ,まあそれなりの ごご年齢でございますいや何か私が言うね昭和っていうのはね昭和に見てきたそれこそ永遠に映画を作り続けるんだろうなと思った方がお亡くなりになってもうその方の映画がね作られなくなっていくってことになんかこう昭和が過ぎ去ったってことを感じさせますね、えー、そして平成に生まれた映画スターに感じました私はもう分からなくなってきてるところがやっぱりちょっとこう風めかしい。 昭和40年代のななんだろうなとやっぱり50になるだけはあるなと思いますねあと2ヶ月最後の40代をね過ごさせてもらいます今日はミニスナックゴールドを食べながらまたねライブ放送に入ろうかと思いますんでその時までちょっと休憩させてもらいます